お別れだ、エステル。もう僕のことは追いかけないでほしい。君ともう一度会えてとても嬉しかったけど、それでもやっぱり僕たちは一緒にいるべきじゃない。僕みたいな人間がいたら君のためにならないし、正直君がいても足手まといになるだけだ。だから。嘘つき。え？ねえヨシア、私いろいろと話を聞いて分かったことがあるのよね。どうしてヨシアが私の前から消えたのか。多分ヨシア自身も気づいていない本当の理由をね。心が壊れているから私といると苦しい？私と一緒にいても人ごとにしか感じられない？ヨシアがいたら私のためにならない？私がいても足手まといになるだけ？そんなの全部嘘っぱちね。嘘なんかじゃ。いいから聞いて。あのね、ヨシアは怖かっただけよ。自分のせいでお姉さんが亡くなったと思い込んで、同じことが私の身に起こることが耐えられなくて、だからあの夜ヨシアは私の前から逃げ出したのよ。それ以外の理由は後付けだわ。何を言ってるんだか。教授に調整されてから僕は恐怖を感じたことがないんだ。任務の時の邪魔にならないよう感じなくされたみたいでね。君の指摘は的外れだよ。ううん、そういう表面的なことじゃないわ。ねえヨシア、お姉さんが亡くなったことをどうして人ごとみたいに感じちゃうのか、その理由がわかる？それは僕が壊れているから。ううん、違う。ヨシアはお姉さんを亡くした時のショックを思い出したくないだけ。無意識のうちに人ごとみたいに思い込もうとしているのよ。さっき私を助けてくれたことだって同じよ。あの戦艦に忍び込むのに相当苦労したんでしょ。なのに迷いもせずに私を逃がしてくれた。まるで私を一刻も早く危険から遠ざけるようにね。ヨシアは壊れてなんかない。ただ怖がりで自分に嘘をついているだけ。今の私には自信を持って断言できるわ。そんな。でもどうして君は。前にも言ったけど、私はヨシア観察の第一人者だから。ヨシアの過去を知った今、私にかなう相手はいないわ。教授にだってレーベにだって絶対に負けないんだから。怖がりで勇敢なヨシア、嘘つきで正直なヨシア、私の大好きなヨシア、やっと私はヨシアに届くことができた。でも私は守られるだけの存在じゃない。遊撃士を続ける限り危険から遠ざかってばかりはいられない。
ヨシアがいようがいまいが、その事実は変わらないんだよ。だってそれは私が私であるための道だから。だからヨシア、約束しよう。お互いがお互いを守りながら一緒に歩いていこうって。これでもヨシアの背中を守れるくらいには強くなった。ヨシアがそばにいてくれたら、その力は何倍にも大きくなる。結社が何をしようと絶対に死んだりしないから。だからもう怖がる必要なんてないんだよ。涙なんて、姉さんが死んでから演技でも流せたことないのに。そっか。見ないであげるから、そのまま泣いちゃうといいよ。こうして私が抱きしめててあげるから。なんだか照れるわね。うん、そうだね。あ、そうだ、これ返すからね。あ、はまったく、もうお姉さんの形見なんでしょ。簡単に人に渡すんじゃないわよ。確かに軽率だったかな。お姉さんってどんな人だったの？うん、そうだな、気立てが良くて優しいけど、どこか凛としていて、レーベとすごくお似合いで、子供心に少し焼いていたよ。気立てが良くて優しくて凛としたタイプ、それってクローゼみたいな感じ？そうだね、顔立ちとかは違うけれどタイプは似てるかもしれない。うん、エステル？なんでもない。言っとくけど、クローゼも他のみんなもすごく心配してたんだからね。帰ったらちゃんと謝りなさいよ。エステル、僕は戻る資格がないとか言ったって聞かないからね。教授のスパイをしたって言っても無意識のうちだったんでしょ。空賊艇の奪還事件だって潜入調査の一環みたいなもんだし、結社の計画についての情報を父さんにでも話したらチャラよ。いわゆる司法取引ってやつ？ちょっと違うと思うけど。それに結社を止めるにしたって、もうあの船に潜入するのは無理よね。だったら私たちと一緒に行動するしかないじゃない。そもそも
君がさらわれなければ予定通りグロリアスを爆破できたんだけどな。うん、悪かったわね。って爆破なんて物騒なこと言わないでよ。いくら結社だからって皆殺しにするつもりだったの？そうでもしないと教授やレーベは倒せないからね。まあ爆破したところで倒せる可能性は低かったけど。はあ、まったくもう。私やっぱり捕まってよかったのかも。危うくヨシュアにとんでもないことをさせるとこだったわ。ああ、今私のことまた甘っちょろいこと言ってとか思ったでしょう。いや、しばらく見ないうちに大人っぽくなったみたいだけど、エステルはやっぱりエステルだなって思ってさ、すごく嬉しかったんだ。今さらヨシアの笑顔に何ドキドキしてんのよ。はあ、でも久しぶりだから結構来るっていうか。エステル。ねえヨシア、あの僕こと結構仲良くなったのよね。僕っ子？ああ、ジョゼットのことか。そうだね、最初は随分と嫌われていたみたいだけど、最後は割と打ち解けることができたかな。打ち解ける？キスとかした？は？いいから答えて。ああ、もちろんしてないけど。それじゃあここであの夜のやり直しを要求してもいいよね。やっぱり初めてって女の子には大切なものだし、ヨシアのせいで台無しになったんだから責任取ってくれるよね、エステル。エステル。おい、ヨシア！ちゃっかり脱出してたのか。まったく、あのまま捕まってればいいのに。あ、アンデスって？こら、ジョゼット、喧嘩売るんじゃないっての。遊撃士のお嬢ちゃんもこの場は休戦で構わねえな。は助けられたしね。改めてありがとう。本当に助かっちゃった。いいってことよ。んだ、あんたを助けたつもりはないんだから。感謝される筋合いはないね。一人だけでも捕まえたくなってくるわね。それよりヨシア、この後どうするんだ？
俺たちと一緒に来ないか、改めて誘いに来たんだが。ま、その様子じゃ聞くまでもなさそうだな。うん、ごめん。先のことがどうなるかはわからないけど、今はエステルと一緒に戻ろうと思っている。よっしゃ。そうか。まあいっか、まだチャンスはありそうだし。え、よしは覚えといて、その能天気女に挨拶かしたら僕たちのところに戻ってきなよね。歓迎するからさ。だ、誰が能天気女よ。ありがとう、ジョゼット。ドルンさん、キールさん、本当にお世話になりました。こっちこそな。じゃあな、機会があったらまた会おうぜ。敵はあまりにも強大だ。多分教授がエステルをさらったのも僕をいぶり出すためだったと思う。留守中にグロリアスを落とされないようにするためにね。レーベだってあの場で僕たちを始末してからエンジンの暴走を止められたはず。そうしなかったのは僕があまりにも不甲斐なかったから情けをかけたんじゃないかと思う。他の執行者についても同じ。単純な戦闘力で言ったら僕を上回っている達人ばかりだ。正直苦しい戦いになるだろう。うん、でも約束するよ、もう二度と現実から逃げたりしないって。君と一緒に最後まで歩いていくって。よしは、うん、私も誓うわ。こちら怪盗紳士、設置は完了した。儀式開始まで待機する。痩せ狼だ、こちらも完了だぜ。とっとと始めてくれや。こちら幻惑の鈴、ベータの設置を完了しました。殲滅天使よ、ペンの準備も終わり、いつでも始めてくれていいわ。時は至った。これより復
員計画の第三段階を開始する。七葉の届かぬ闇の狭間に風穴されし和よ、汝が福音を通じて現世のありさまを眺めるがよい。見るがいい、四方にそびえし杭よ、あれなるは汝を闇につなぐ最後にして最大の楔なり。されどかの楔、人の手により偽りの層にて現世に現れり、すべてを律するその手をもっていざ真なる層を暴くがよい。諸君、祝祭の準備は整った。存分に楽しんできたまえ。承知。我ら執行者一同、大いなる名士の代行者たる蛇の使徒の指示により、これより杭の開錠を始める。以上がこれまでの顛末と箱舟潜入時に掴んだ情報です。なんたることだ。そんな化け物じみた巨船がリベルに侵入していたとは。そんなものを持ち出して一体何をするつもりなのだ。福音計画の全貌はとうとう掴めませんでした。ですが彼らはすでに次の行動を開始しています。確か第三段階とか言ってたわよね。大変な事態になりましたね。モルガン将軍、王国軍の対応はどのように。昨夜のうちにこの二人からカシウスに連絡がいったようでしてな。すでに彼の指示で全王国軍部隊に第一種警戒態勢が発令されております。さらに飛行艦隊を出動させて王国全土の哨戒に当たらせました。そうだったのですか。エステルさん、ヨシュア殿、本当にご苦労様でしたね。いえ、当然の連絡をしただけですし。正直もう少し早い段階で連絡すべきだったかもしれません。空賊艇強奪の件も含めて本当に申し訳ありませんでした。ちょっとヨシュア。いいんだエステル、
裁きを受ける覚悟はできているから。うん、陛下、いかがいたしますか。そうですね、超法規的措置にはなりますが、今回ヨシュア殿が明らかにした結社に関するさまざまな情報、それをもって過去の行為は不問としましょう。本当ですか。ですが、いいのですヨシュア殿、この程度の裁量、ハーメルの意地たるあなたへの償いにもならないでしょうから。え、どうやらご存知だったようですね。私があの虐殺事件を知りながらも今まで沈黙してきたことを。え？どういうことですか？戦争開始時、エレボニアは宣戦布告をリベールに行ったが、その時、ハーメル村の虐殺が王国軍によって起こされたという断固とした指摘がなされていたのだ。しかし終戦間際、帝国政府は突如としてその指摘を撤回し、即時停戦と講和を申し出てきた。ハーメルの一件について一切沈黙することと引き換えにな。前後の事情を考えると、帝国内部でどんなことがあったのか、おぼろげながらに想像がつきました。ですが反抗作戦が功を奏したといえ、帝国軍は未だ余力を残していました。帝国本土からの増援があったら、王国は再び窮地に陥ることになる。そう判断した私はその条件を飲むことに決めました。自国の安寧を優先して私は真相の追求を放棄しました。背後にいるはずの被害者たちの無念を切り捨ててしまったのです。かつてロランス少尉が私に告げた哀れむ資格などないという言葉、あれは真実。女王様、どうかご自分をお責めにならないでください。そもそも虐殺に関わりがない上に自国の平和がかかっていたのです。国士としては当然の判断でしょう。ヨシュア殿、このリベールという国は僕のいてついた心を癒してくれた第二の故郷とも言うべき地です。その地を守った陛下のご決断、感謝こそすれ恨みなどしません。ヨシュア、ありがとうヨシュア殿、そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。エステルさん、ヨシュアさん、あ、みんな、エステルさん、よくご無事で。それに、ヨシアさんも。よかった。二人とも帰ってきてくれて。クローゼ、ティータ。二人とも、心配をかけちゃったみたいね。まったくもう、肝を冷やしてくれるじゃない。だがまあ、家で息子を連れ戻せて何よりだったな。シェラさん、アガットさん、二人とも
よく無事に戻ってきたな。これも女神のお導きというものだろうね。心配かけてごめんなさい。まったくもってその通りやで。あ、ケビンさん。エステルちゃんがさらわれた時は目の前が真っ暗になったわ。ほんまにもう、あんまり心配させんといてや。うん、ごめんなさい。で、こっちが例の。はじめまして、ケビン神父、ヨシュア・ブライトと言います。お、予想以上のハンサム君やね。で、俺のことを知っとんの？あなたの存在については僕の情報網にも入っていました。エステルの危ないところを何度も助けていただいたそうですね。ありがとう、感謝します。まあええか。仲直りしたんやったら俺から言うことは何もないわ。ただな、あんまり可愛い彼女を放っておいたらあかんで。俺みたいな悪い虫に粉かけられたくなかったらな。肝に銘じます。ん？どうしたの？いやちょいとな。男同士の話をね。なんかやらしいわね。失礼します、陛下。父さん、カシウス殿、ご苦労様でした。各方面への指示は完了したのだ。ええ、先ほど終わらせてこちらの方に飛んできました。そこで少々父親としての義務を果たそうと思いまして。え？昨日通信で話したが、実際に顔を合わせるのは久々だな。うん、そうだね。ごめん、心配をかけてしまって。お前の誓いを知っていた以上、俺も共犯みたいなものさ。謝る必要はないが、義務は果たさせてもらうぞ。いいんだ、エステル。家出息子には当然のお仕置きだからね。そういうことだ。思っていた以上に皆に心配をかけていたこと、ようやく実感できたようだな。うん。僕なんかのためになんて思ったらダメなんだよね。ああ。人は様々なものに影響を受けながら生きていく存在だ。逆に生きているだけで様々なものに影響を与えていく。それこそが縁であり、縁は深まれば絆となる。絆。そして一度結ばれた絆は決して途切れることがないものだ。遠く離れようと、立場を違えようと、何らかの形で存在し続ける。その強さ、思い知っただろう。うん、正直侮っていた。確かに僕は何も見えてなかったみたいだ。ヨシュア。ふん、それが見えたのなら家出した甲斐もあっただろう。ヨシュア、このバカ息子め、本当によく帰ってきたな。父さん。親バカが
本当によかった。失礼します。ユリア大尉、王都を除いた五大都市の近郊に正体不明の魔獣の群れが現れました。報告から判断するに、どうやら人形兵器と思われます。アンデスって動き出したか。それと各地の関所に装甲をまとった猛獣の群れとグレンの兵士たちが現れました。現在各守備隊が応戦に当たっております。そうか、急いでハーケン門に戻る必要がありそうだな。それとなんだ、まだあるのか。詳細は不明なのですが、シリンの塔に異変が起きました。得体の知れぬ闇に屋上部分が包まれたそうです。チッ、嫌な予感が当たりよったか。なお紹介中の警備艇が調査のため接近したそうですが、すぐに機能停止に陥り離脱を余儀なくされたとのことです。動力停止現象か。地上からの石膏部隊はすでに派遣されたそうですが、申し上げます。各地の塔に向かった石膏部隊が撃破されてしまったそうです。信じがたいことですが、どの部隊もたった一人によって蹴散らされてしまったとか。何？それって。ああ、執行者だろうね。父さん、彼らは一般兵の手に余る。ここは僕に行かせてほしい。うん。ちょっとヨシア、何一人で行こうとしてるのよ。昨日の約束をもう忘れたの？エステル、でも結社が動き始めた以上、遊撃士としても放っておけない。絶対についていくからね。エステル。エステルだけじゃないわ、私も付き合わせてもらうわよ。個人的な因縁もあるしね。ああ、同じく俺もだ。シェラさん、ジンさん。ま、こだわりがあるのはお前だけじゃねえってことだ。抜け駆けはなしにしようぜ。そうだよ、兄ちゃん。こういう時にこそみんなで力を合わせなくっちゃ。アガットさん、ティータ、ありがとう、助かります。決まりのようだな。遊撃士協会にお願いする。シリンの塔の異変の調査と解決をお願いする。これは軍からの正式な依頼だ。うん、分かったわ。しかと引き受けました。おばあさま、私にアルセイユを貸していただけませんか？殿下。確かに一刻を争う事態です。私もアルセイユを提供しようと思いましたが、そう申し出たということは覚悟が固まったということですか？いえ、まだです。ですが船を開始するときには必ず答えを出すと約束します。いいでしょう。リベールの希望の翼、好きなように使ってみなさい。ありがとうございます。ユリア大尉、発進の準備を。可及的速やかにシリンの塔へ向かいます。承知しました。